て開幕ダッシュ明暗がくっきり分かれた両チーム。因縁の初顔合わせはドラゴンズが初回二村のタイムリーで2点を先制します。一方ジャイアンツのユニフォームを着て名古屋球場初登場となった落合、第1打席はドラゴンズ先発山本の前にセカンドゴロに倒れました。2点を追うジャイアンツは4回ワンアウト2塁のチャンスに絶好調松井はあえなくキャッチャーフライに倒れます。続いてバッター落合の場面でキャッチャー中村がマウンドへ。そして2球目でした。立浪との見事な連携でセカンドランナーをまんまとタッチアウト。落合バットを振らせてもらえません。そしてその裏のドラゴンズ大砲のこの当たり、ライト松井がまずい守備で三塁打としてしまいます。中村がタイムリーで続いた後なおも立浪のヒットなどでツーアウト満塁。ここで長嶋監督先発宮本に変えて岡田をマウンドに送りますが、これが完全に裏目。金田が代わりっぱなの初球を見事に捉え満塁ホームラン。ドラゴンズが7対0と大きく突き放します。これに対してジャイアンツも5回2打席目の落合が山本から第4号ホームランを放ちます。そして7回には古藤のツーランで4点差まで追い上げますが反撃もここまで。結局去年の最多勝投手山本がジャイアンツを3点に抑え完投勝ち。因縁の対決第1ラウンドはドラゴンズが11対3で打ち勝っています。岡本も打ててよかったし、甘かったんでね、やっぱりうまいこと振り抜けてよかったし、はい、まだ名古屋球場で勝てなかったんでね、これで僕も調子が悪かったんでここで打てて大変嬉しいですね。昨日はすっかり影を潜めたジャイアンツ打線、今日は初回2アウト3塁1塁から5番スタメンの吉村のタイムリーでまずは1点を先制します。しかしジャイアンツ先発桑田も立ち上がり先頭打者立浪をいきなりストレートのフォアボールで歩かせると、続く種田をピッチャーゴロに打ち取りながら悪送球、完全な一人相撲であっさり同点としてしまいます。ところが立ち上がりもっと苦しんだのがドラゴンズの先発与田でした。2回フォアボールとワイルドピッチでピンチを背負い、グラッデンにセンター前タイムリー、さらに可愛いフォアボールで2塁1塁としてバッターは松井。松井は与田のストレートをフルスイング、打球は逆風をついて右中間最深部へ。この松井の第4号スリーランでジャイアンツ5対1とします。こうなるともう止まらない。4回には先頭の村田がドラゴンズ3番手佐藤から第1号ホームラン、なおも2塁1塁のチャンスから落合がライト前へ技ありのタイムリーを放ち、序盤で8対1とまさに猛打爆発です。一方制球に苦しむ桑田をなんとか攻略したいドラゴンズ、4回には大砲彦野のヒットで2塁1塁とし、ここで代打松井がセンター前へタイムリー、2点を返します。しかし大量援護に守られた桑田、苦しい内容ながら要所をきっちりと締め、ドラゴンズの追撃をかわします。そして最後は今日出場登録した橋本が3人で打ち取りゲームセット。長嶋監督言葉通り今日はかっちり勝ってくれました。やられっぱなしのドラゴンズ、今日先発の今中はその落合を徹底的にマークします。まず2回の初打席は初球カーブでセンターフライ、4回の第2打席は松井フォアボールでワンアウト3塁1塁のピンチで迎えます。しかしここもお見事ピッチャーライナー、飛び出した松井もアウトにして一瞬のうちにダブルプレー、ピンチ脱出です。ところが4番落合に気を使いすぎたのか、5回、5番の古藤によもやの一発、巨人1点を先制です。これに対し俊ちゃん6回、ここまで打ち上げんできた巨人先発のジョーンズから先頭の立浪がヒットを放ちます。バントとバイアフライで3塁に進むと4番パウエルが同点タイムリー、さらに1、2塁から大砲のツーベースで2点を加えます。なおも彦野がライト前へ運ぶと松井がなんとこれを後逸、この回一気に4点を奪い逆転します。さらに7回には2番手水野からパウエルがレフトポールに当たる第2号ツーラン、6対1と試合を決めます。唯一の失投で1点を失った今中ですが、その後は巨人打線を全く寄せつけません。9回最後のバッター落合もセカンドフライ、完全に落合を抑え込んだ今中、わずか2安打の完投勝ちで2勝目です。1点を取られた時の気分はいかがでしたですか？いや別に1点取られてもね、全然自分では気持ちは変わらなかったんですけど、ジャイアンツ打線っていうよりもね、自分が全然納得のいくようなピッチングできなかったんでね、なんとか今日うまくいったんでまた次につなげたいです。今中投手です。ヤクルト野村監督の心配は先発川崎のコントロール。立ち上がり金田に広い福岡ドームの左中間を破られた後、続くジェームスへの1球目がワイルドピッチとなっていきなりワンアウト3塁。野村監督の不安が的中します。川崎ジェームスはセカンドゴロに打ち取りますが、3塁から金田が帰って中日あっさり1点を先行します。一方中日先発の小松も1回いきなり柳田にレフト線に運ばれノーアウト2塁。
2番の新井にはライト線を抜かれ、わずか6球で1対1の同点に追いつかれます。さらにツーアウトからクラークに2点タイムリーツーベース、畑にも右中間を破られ29球でノックアウト。ヤクルトは4本のツーベースで4対1と一気にゲームをひっくり返します。5回までコントロールに苦しむ川崎の前にくすぶっていた恐竜打線ですが、6回一気に火がつきます。ツーアウト満塁からまずピンチヒッター松井辰徳が走者一掃のタイムリーツーベースで4対4の同点。さらに立浪のタイムリーで逆転した後、金田があわやランニングホームランというスリーベースヒットで6対4、ついに川崎をノックアウト。8回にも1点を加えた中日に対してヤクルトは中日の継投に最後まで追加点を奪うことができず借金1です。首脳陣が今日白羽の矢を立てたのは無名の松本茂、プロ入り5年目にして初めての先発です。立ち上がりコントロールには定評のある松本までもがストライクが入りません。連続フォアボールで2アウト満塁、続く大砲も1、3から簡単に歩かせてしまい押し出しの1点を許します。今日もヤクルトは自滅かと思われましたが、松本は続く彦野に対してフルカウントから強気のピッチングで打ち取り踏みとどまります。これで立ち直った松本は2回、自らのバットで中日の先発鶴田から逆転のタイムリーヒットを放ちます。続く3回には池山の3号ホームランも出て3対1とリードします。年俸わずか420万円の無名の松本は8回途中まで3安打1点に抑える力投を見せました。9回中日も粘ります。代打川又が3人目高津から第1号ツーランホームランを放ち、土壇場で3対3と試合を振り出しに戻します。試合は延長に入り10回、共に1点ずつを取ってヤクルトは2アウト満塁のチャンスから1番柳田が勝ち越しのタイムリーヒットを放ち、ヤクルトがサヨナラ勝ちしました。